バッテン T あかねです。見て、 TWICE のね、みなちゃんが着とった服、ユニクロに売ってます。今日は何をするかと言いますと、最近なんか TikTok とか、まあ、インスタとか普通に Twitter とかで日韓カップルが流行ってるっていうか急増してるじゃないですか。で、どうやって出会えるのって思うんですけど、普通に友達が欲しいとか、まあカップルとかでも欲しいって思う方いるじゃないですか。簡単に友達ができるアプリがあるので、今日はそれを紹介していきたいと思います。Go! MIF っていう赤い文字のアプリなんですけど、私が実際、まあ1年間、2年間、こう、ぐらい使ってみて、気づいたこと。ミーフはね、正直に言うと、会う気があったら全然会えます。このミーフっていうのは、相手がどこに住んでるのか分かるんですよ。自分の家と相手がどのくらいの距離にいるのかっていうのが分かるんですよね。あ、この人いいなって思ったら、×丸とか押せるし、まあ、チャットもできるんですよね。そっからまあ、LINE 交換したりとか色々するんですけど、まあ、注意してほしいことがあるんですけど、ネットなんで、出会い系アプリって感じなので、やっぱ変態が多いですね。最初は変態じゃないって思ってて、なんかプロフィールに全然そういうこと書いてないのに、この人と仲良くなりたいなと思って追加するとするじゃないですか。こんな風になんか変態な言葉が送られてくるんですよね。あと、それとなんか、あ、かっこいいと思って丸って押すじゃないですか。丸って押してもそのかっこいい人は大体モデルさんの写真を使ってるか、アーティストさんのアイドルの写真を使ってるか、それで騙す人もいます。でも、いいところもあるんですよ。いいところは韓国人だけじゃなくて、まあ、他の外国人ともいろんなグローバルな、交流ができるっていうところもあるんですけど、普通に、まあ、会ったことはないんですけど、チャットでずっと、近所報告みたいな話してる韓国人の友達はできました、私は。でも、やっぱり、彼氏も欲しいなってやって、思ってやってた時期もあったんですけど、やっぱりできない、そんないい確率ではできないかなって私的には思いましたね。もうちゃんとした友達交流をしたければ、長い目で見てチャットをすることが必要だと思います。もちろん男の方だけじゃなくて女の方も出てくるので、別に女の子の韓国人と友達になりたいとか、韓国人じゃなくても他の外国人と友達になりたいっていう方でも気軽にチャットができるアプリになってます。私の友達でこのアプリで知り合ってこれカップルになった人もいるので、相性が合えばっていうか、ちゃんともう何回も会って何回も電話してってなったら、皆さん憧れの日韓カップルになれると思います。今日は韓国人、いろんな外国人と出会えるアプリを紹介しました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にいろいろ貼ってあるので、それも見てください。ありがとうございました。 T あかねでした。バイバーイ。